中国サイバー軍とは中国の電子戦部隊。主に中国人民解放軍総参謀部第三部2局中国人民解放軍6万1398部隊を指すとされるが中国政府が2011年に認めたネット愛軍及びメディアリサーチが指摘する海南島基地の陸水信号部隊などの複数指摘があり これらが同一組織なのか別の組織なのかは明らかになっていない。また、民間団体委託も報道されており、さらには、米年次報告書には、国防加工局による民間人スカウトの可能性も指摘されており、その全容はわかっていない。これらがサイバー戦部隊とされ総称として、中国サイバー軍と呼ばれる。 2014年に存在を指摘された6万1398部隊は、上海市保島新区、高橋賃大道路208号にあり、2007年に完成した12階建てビルに拠点を置く。英語に堪能な要因数千人を抱えて、活動している。2013年2月に、米国の情報セキュリティ会社マンディアントが公表した、報告書で存在が明らかとなった。 2011年5月25日国防部、高岩ン報道官は、定例記者会見にて、サイバー部隊の存在を認めた。報道官によれば、関東省公衆軍区に、電子専用部隊の訓練などを行う組織として、存在しており、報道によれば名称は、ネットアイ軍あるいは、オーストラリア市は、ブルーアーミーと報じている。これらは、アメリカが州国年次報告書などから、 たびたび存在を指摘されていた中国の電子戦部隊であるが中国側の公開内容と各国の指摘した所在地規模活動内容は大きく異なっている民間のセキュリティ顧問によれば部隊員はハッカー5万人とサイバー部隊員250名規模としており米国の民間機関メディアスリサーチによればサイバー部隊は 中国人民解放軍の海南東基地に存在し、部隊名と規模は陸水信号部隊としており、行動について海南テレコム経由での攻撃を行ったと分析している。2009年にアメリカは中国からの攻撃に対処するためにサイバー軍を立ち上げる方針を明らかにしている。米国国防省は2013年の年次報告書で中国が米政府のコンピューターから 秘密情報を探り出そうととしししていると言明したこれに対し中国,網は国防部はネット愛軍はいわゆるハッカー部隊ではなく国防当局が自らの必要に基づき臨時創設したネット防衛訓練機関だ。国際社会は行き過ぎた解釈をすべきでないと回答した。とし、あくまでアメリカが設立したことによる防衛用である点を強調することで アメリカからの攻撃に対応する防御用だと示唆した。さらにアメリカからの避難に対し中国外務省はあらゆる形態のサイバー攻撃に断固として反対しているとの所見を述べた。2012年に世界のハッキング行為の41%が中国によるものとする統計が出るなど中国政府は世界で最も大規模なハッカーのネットワークを要しているとされ、 2015年にアメリカは中国とサイバー攻撃に対応するホットラインの解説で合意した。北朝鮮サイバー軍と連携しているとの報道もある。FBI サイバー反重要指名手配2014年5月、アメリカ合衆国司法省はサイバー攻撃によって米国の原発や鉄鋼、太陽電池関連の企業から情報を盗んだとして、 6万1398部隊第3旅団に所属する将校5人の氏名を特定し刑事訴追した。また FBI は重要容疑者の情報を公開するウォンテッドのページにてサイバー、エスモーストウォンテッド、サイバー犯罪の分野における最重要容疑者として5人の容疑と顔写真を公開した。ありがとうございます。